がとうございます。ありがとうございます。真っ暗で何も見えなかった。これこれ、バババーっとここまで曲やってきましたが、皆さん盛り上がってますか？ありがとうございます。ありがとうございます。映像で出てきたと思うんですけども、私たちのね、師匠であり原点である舞子さんに今回は特別にダンスナンバーを作っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう昔から知ってくださってる方はね、もうドーンの時におーってなりましたよね。いや、そうなんですよ。今回最後ということで、私たちの師匠の舞子さんにお願いしたんですけども、舞子さんは、もともとキャリーパンパムさんの、振り付けをされてる方なんですけど、私たちテンプラキッズが結成されたきっかけも、まあ、キャリーさんでもあり舞子さんでもあり、もともと私たちは舞子さんのダンススクールの生徒だったので、そこから舞子さんに声をかけていただき、キャリーさんのバックダンサーをさせていただき、そこから結成されたテンプラキッズになります。舞子さんがいなかったら本当に今の私たちはここにいないので、本当に感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あとその後の映像で笑ったと思うんですけど、気づいた方いらっしゃるかな、最初の私たちのデビュー後すぐのワンマン、最初のワンマンライブで流した映像になるんですけども、気づいた人いるかな。あ、何人かいらっしゃる。すごい。ありがとうございます。そうなんですよ。あれの、あの映像も舞子さんにプロデュースしていただいて、ちょっと最初はやばいかなと思って流すか迷ってたんですけど、舞子さんとリハをしてる時に流しちゃおうってなって、相当面白いよねあれ。なんかやばい。浮かれてるよね。なんかそれ以上はちょっとね、言えないけどやばいよねあの映像は。当初はあんな感じでシュールな感じでね、私たちもやってたんですけど、すごい懐かしいよね。最初はずっとあのね、ウィッグもかぶってて、ライブはもうちょっとこう整ってたんだけどね、すごいボサボサ、あえてボサボサにしてたから、あえてボサボサ、もういろいろやばい映像になってましたね。ああいう感じでね、8年間を振り返るともうなんかいろいろね、そうですね。そうですね、いろいろあってね、もう本当に思い出を語り出したらキリがないぐらいなんですけども、8年間すごい長いようであっという間だったというか、なんか印象的なエピソードとか、はい、語っとこう。何？テンプラキッズ、そんなに言いたい、13カ国17都市行かせていただいてるんですけど、あのインタビューでよく聞かれてたからね、暗記してるわけだよね。行かせていただいてるんですけど、はい、もう最初の初めて行った海外のタイなんですけど、その時が本当にすごくて、なんか21さんとかガッセさんとか、ゴッドセブンさん、そう、その方たちと一緒にライブさせていただいたんですけど、なんかもう空港着いたら、なんか記者イベントのそうカメラマンみたいな人がもうなんかブワーっていて、で P たちもパジャマでこうやって空港からこうやって出てきたら、めっちゃ写真撮られて、そういうの慣れてないからね、そう、誰と思ってちょっと避けなきゃと思って避けたら、あれテンプラキッズさんですよねって言われて、みたいな、あったね、とりあえず手合わせちゃったよね、 この状態でコッペンかみたいな、タイだったからとりあえず手合わせちゃった、そういう感じで、なんか最初に行った海外がそれで、なんかイベントがでかすぎて、あまりにもだから、なんかそれがすごい衝撃的で、あれは衝撃的でしたね、衝撃的だった、もうおかしくなりそうだったもん。感覚がね、そう、感覚が狂いそうになって、本当に楽しかったです。いや、もう海外も本当にいっぱい行かせていただいたもんね。年越しフィリピンもしたよね、それがやはり一番思い出かもしれないです。あ、本当、あれはでもやばい。なんか実はあれ、あの年越しのフィリピンでカウントダウンライブをさせていただいたときに、こっちで日本でカウントダウンジャパンに出てからフィリピンにそのまま行ったんですけど、実はあの時5人中3人インフルエンザで、そう、
それでなんか優子はちょっと精神的に精神的にやられてグダグダ生きてるのがカリンしかいない。本当にカリンしかいなくて、そこでカリン初めてマイクを持って。そうなんですよ。当初はあの頃何年かな、2014-5年かのかな、うん、の時だったんですけど、その頃3ボーカル2ダンサーでやってたんで、まだマイクを持ったことがないダンサーだったんですよね、はい、でそのフィリピンでもうみんなが体調も声も枯れちゃって、あのインフルで、うん、そうだけど1時間ライブをしなきゃいけなくて、その時に初めてマイク持ってって言われて、しかも5万人だったよね。そう、5万人、フィリピンアリーナっていうマジで東京ドームレベルの5万人でね、アリーナでやった時もあれは本当にやばかった。そうで、それが一番思い出かも。大変だったね、うん、え、私で待って、その時にあのいろいろ災難だったんだよね。本当についてなかった。でなんか楽屋がめちゃくちゃ広くて、で帰ってきライブがもうヘトヘトで帰ってきたら、アオさんの携帯が盗まれてて、そう、そうあのパソコンとかスタッフさんのいっぱい置いてあるのに私の iPhone だけ盗まれて。でも今考えると海外行くのに楽屋に思いっきりアップルを置いてる時点でちょっと頭悪いかなと思う。でもね、パソコンとかめっちゃいっぱいあったのに、青さんの携帯だけ盗まれて、で、SIM カードだけトイレに捨てられてたんですよ。そう、SIM カードよかったわ。まあ、海外あるあるだと思うけど、年越しの瞬間ですよ。で、明け止めも送れないみたいな、ね、携帯探しながらもうカウントダウン終わっちゃってて、花火なってて、どこどこバーンバーンみたいな、もうみたいなね。おめでとう。本当にやばかったよね。今考えるとすごい面白い。あれは絶対役年、役年だった、役年だったんだろうね。そうね、海外もいっぱい行かせていただいたり、はい、地方にもね、全国いっぱい行かせていただいて、ね、私結構あのよさこい祭りがすごい。そうですね、私たちよさこい祭り、高知のよさこい祭り の、 あのダイヤモンドダイニングさんのチームの、はい、振り付けと、あと踊り子としても毎年参加させてもらってて、デビューして結構すぐなんで、もう6年間ぐらいやらせてもらってたんですけど、現地多分来たことある方は分かると思うんですけど、もう熱気がすごいんですよ、本当に。そのお祭りの、ね、そうで、もう商店街とかすごい長いところを5、6回ぐらい、このぐらいの、熱量の 曲をずっとループで踊るんですよ。誰か入ってたよね。入ってた。終わってこうやってはけたまま、ね、あれやばかった。やばかったよね、鼻血も出すし。汚いからやめて。そう、でもすごい、あの商店街のすごいお客さんが近いところでみんなでこうやって歩きながら踊るのがめちゃめちゃ楽しくて。いや、楽しかったね。本当に毎年最高の思い出ですね、あれはね。うん、なかなかない貴重な経験ですよね。と思いますね。はい、そんな感じかな。そんな感じ。ゆうこちゃんも、なんだろうな、なんか一番って言われると全然分かんない。語り尽くせない、ね、そうだよね。けども私は本当にやってよかったなって思うのは、あの天ぷらキッズであのクラブイベントをやらせていただいてたんですけど、3ヶ月に1回、うん、ブロックパザ・ブロックパーティーっていうイベントをやらせていただいてて、うん、それがやっぱりすごい人生で大きな経験になったなと思います。確かに、なんかファンの方は結構ね、親子が多かったりとか、結構クラブにあんま行かないようなお客さんだったと思うんですけども、うんうん、まあ、その中でもどうやったらその、ね、クラブで楽しんでもらえるかってのをたくさん考えて、ね、いろいろなダンサーの方やアーティストの方や DJ の方に出ていただけて、それも6、7回ぐらいできたのかな、ね、うん、そうだね。なんかああやって一から自分たちでイベント作るってあんまないもんね。そうだ ね、うん、ね、あの経験はすごい嬉しかった。そうですね、大好きな人たちがね、そこにこう集まってくれてっていう、うん、たくさん協力していただきましたね、はい、すごい楽しかった思い出があります。いいですね、はいはい、いいですね、はい、いいですね、いいですね。そんな感じですかね。いや、もう終わっちゃう。うわ、早い。早いね。早っ。そうですね、早いな。めっちゃ早くない？本当にやってたっけ？あっという間だね。リハの時もうやだっていうぐらい ね遅かったのに。めっちゃ早い。じゃあどうする、やっちゃう。改めて、はい、改めて、はい。はい、今日は現体制ラストワンマンライブということで、今日をもちまして、私優香とピーと青が天ぷらキッズを卒業します。2013年3月にデビューをしまして、本当に本当にたくさんの方たちに支えられてここまでやってこれたなと思います。
ね、小学生の頃からもうケリーさんのバックダンサーをさせていただいている頃からもうずっとこのメンバーでと遊びシステムの皆さんと一緒にいさせていただいて、本当にもう家族よりも一緒にいる時間が多かったかなっていうぐらいもう家族同然のような存在で、そんなみんながこうやって成人をしまして、これからのグループ活動だったりとか各々のそれぞれのこれからの人生のことを考えて、何度も何度も話し合った結果、とてもね前向きな決断で、それぞれの道を歩いていこうという決断を、しました、それぞれのねこれからのやりたいことや挑戦、人生に向けてのとても前向きな決断になります、これが終わりじゃなくて、それぞれのスタートだと思いますので、これからもね私たちの可能性を信じてメンバーもお互い信じて、歩んでいこうと思いますので、これからもこれからの私たちもどうか応援してくださったら嬉しいです。8年間ありがとうございました。そうだよね、しんみりしちゃうよね、ね そうですね、本当にこれがラストワンマンライブなので今日はみんなで最高の思い出を作ってもう8年間の中でも一番の最高のライブにできたらいいなと思っております。それではラストスパートになりますが皆さん最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。